皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。まず最初に自分で見つけたバグやっていきましょう。リスナーさんからいただきました。相当自信があるんじゃないでしょうか。びっくりした。何よ、ちょっと待って、ドアに入るわけじゃないよね、別に出てくるよね。なあ、見て、いっちゃった浮いてるよね、これね。はい、これ私ちょっとびっくりしちゃった。ポンってなるね。ここら辺にいた方がいいかも。なにこれ、なにこれ、怖いよ本当に。でゴール、えこれもバグでいいかな。せーの、ゴール1アップの階段みたい。はい、続いては初めてのスピードランやっていきましょう。リスナーさんからいただきました、ありがとうございます。ヘルメットおばさん名前、はいはい。それではかー、ちょっと待って、はい、いきます。ジャプー、どこまで行くかな私。オッケー、どっち、あ、なんか下入れるよ、右。オッケーオッケー、一発クリアなるか。一発じゃないけど、あ、面白い、ごちゃごちゃしてて私こういうの好きよ。よし、スターラン、私今日スターの T シャツ着てるからスターランがいける気がする。あー、今日これでゴミ捨てに来ました。そしたら工事の人に会って恥ずかしかったですめっちゃ見てきたんだけど私のこと。あのおばさんスターの T シャツ着てるよって。もう登れない。お、あー、時間がどんだけちくわ置いとんねん。待って待って、これさ、あ、ダメだ、これ行けなかったもんな。間に合うか。カウントダウン、10、9、8、7、6、5、4、3、早くなった見てたのに早くなった私のカウント、よっしゃ、はあ、できた。足元を見るゲームやっていきましょう。私結構人間観察得意なんで見るのには自信あり。お、あ、下にあったパックンの足元はどれでしょうっていうことかな。やっぱ緑じゃない。あ、でも下はちょっとこれかもね。オッケー、牧場、次はこれのキノコだね、覚えた。白になんかチョンってなってるんでしょう。下が白で真ん中にチョン、みずら、これだ、これこれ、絶対これ。みずら、あんだけしかヒントないなんて超スーパーイントロクイズ並み。最終的にクリボーちゃん、これなんか動いてるから簡単そう。黒がピコピコ、うわ、全部動いてるやん。でも動いてる速さ的に一番右側かな。オッケー、これ思ってる以上に難易度高いね。これもパタパタですが結構ゆっくりめに動いてる。これ隠しすぎだっつの、これマジ勘ですね。いやー、さっき見たパタパタ結構ゆっくりだったんだよな。これかな。なめんなよアスカを、動きだよ、足元を見てるんじゃない、動きを見ている。結構これ早いから、つくつくた、つつつつた、つくつくた、つつつつた、そんな速さです。むむむ、こうなるともう今度真ん中の土管に入ってないから真ん中かななんて思っちゃう自分もいるけど、真ん中いっとくか。おマジで当たり、すごい、これ答え見てないよ。次赤玉が、赤玉がチコチコみたいな感じ、赤玉がチコチコ、ねえこれクレームでしょ。でも赤玉がチコチコはね、これかも。うわー入れない、入れなくなってた、もう。はい、戻ってきました、ここだな。 OK、きたー、はいはいはいと、ゴール、OK、
いや、これ難しすぎでしょ。足元を見るっていうかね、もうなんか動いてるタイミングを感じ取る、そんなクイズでした。スキマスイッチ、奏でを聞いていきましょう。どうぞ。歌っていい？ダメ？やめとこ。君が大人になってくその季節が、もにゃららほにゃらららら、ほにゃらら。おんち。はい、続いてはリスナーさんからいただきましたハンマーブロスのダイエットチャレンジやっていきましょう。アスカさんのためにダイエットコース作りましたって言われたから、私の名前入ってるのかと思いきや、ハンマーブロスって私に見立てたってこと、ハンマーブロスを。第一、うお、来た。ハンマーブロスがめっちゃ、これ二の腕に効きそうだね、今の。入れた。よし、来た。まさかウォーキング？トン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 。私もウォーキングしようかな。家の中で私もたまにね、踊ったりしてます。無駄にね。よし。お、めっちゃ細くなってる。うらやまー。まあ、でも私も何を隠そう、1キロ痩せたんですよ、1キロ。ここ入っていいんだね。起きてすぐだったからかな。起き、あ、ほいほいほい。あ、え、うっそー、にゃー、やってもうたー。よし、ここ孔明あった。やっと、なんだこれ。あ、上行ったら積みかも。これあれか、私がちょっと苦戦していた、これ2個踏んじゃダメなやつ。終わった。あ、でもやり直し聞く、最初から。来たよ太一、マジでこれ。はい、戻ってきました。テンションガタ落ち。何回ここに来ればいいんでしょう。少し怒っている。少し私は怒っている。こんなことで怒っちゃダメだよね。500秒いっぱいいっぱい使って頑張りましょう。よし、絶対2個踏んじゃダメ。なんかあるかも。お、来ました。まさかこれもうゴール前に行けんじゃない。うい、これは、うわー、太一集合。このコースやっていきましょう。シンプルのコースタイトルですが、クリア率結構低いんですよ。あの、普通上押しっぱなしとくと、このツタに掴まれてすぐジャンプができるので簡単そうなはずなんですが、これ初代のマリオだから右か左かどっちか向くんですよ。お尻が当たっちゃうのかな、もしかしたら。とりあえず上押しっぱなしにしておこう。やっぱこれ今左を向いたってことだよね。ちょっと右側を押しとく、右上にする。ダメだ、全然ダメだ。右上押してみたよ今。そしたらちょっと落ちてる間に、お、今ピョインってなったね。一瞬右向いたけども、お、できた。あと、これをあと3回繰り返すけど私うまくない。ほら、コツをつかんだらもう。はい、こっち、オッケーオッケーオッケー、牧場クリア。はい、続いては大砲に入ったらマリオが2人増えた、こちらやっていきましょう。こんなことありえる？
マリオメーカーちょっと変わっアップデートで変わっちゃったのかな。2人でできるようになっちゃったかな。いくぞ目が霞んでんのかと思ったよついに私も疲れ目になってきたかと思っちゃいました。はい、それでは今日は終わりにしたいと思います。最後までありがとうございました。先日事務所 の, あのホームページに載せる写真撮影をしてきたんですけれども、これ載せますっていう写真がねちょっと送られてきました。でんめちゃくちゃ修正されてるこんな私キリリとしてない。どこ修正されたんだろう。でも接待されてる結構いいかもはい、それではまた明日お会いしましょう。アスカでした。バイバイ。バンザーイバンザーイバンザーイ。なんかねここにね誰か人がいるとね光が出てね顔が綺麗に見える。私さっきよりなんか良くない。これとほら色がちょっと暗くない。でも明るくなるそんなの覚えた。最後までご視聴いただきありがとうございました。